パタニ連合解放組織は、タイの南部5県すなわち、パッターニー県、ヤラー県、ナラーティワート県、サトゥーン県、ソンクラー県のタイからの分離独立を目指す、テロ組織と言われる組織。マレー語では、パーチューベハンペンベバサンパッターニバーサト州と呼ばれる。タイ国内では、自称、多少ともにプーローと呼ばれる。1968年1月22日、 パタニ王国の末裔で、インドやスウェーデンに留学したトン・クーイラー、アブドンドマーンによって、サウジアラビアにて結成。表面的には、大政府特に核心地のアット政権の新南部産、県への行政の不行き届きを批判し、前述の5県の大政府からの解放突破たに、ダルスサラーム建国を立っている。団体自身は、マフィアのような暴力組織ではないとする。実際は、 対新南部3県の暴力事件は、ほぼこの団体によるものと推定される。ジェマイスラミアやアチェ独立運動などとの団体の関連性も指摘されており、アルカアイダなどにもつながりがあるとされる。ありがとうございます。